は令和3年度沼津市立図書館読書週間講演会にご参加いただきありがとうございます。講演に先立ちまして、本日の講師でいらっしゃいます西郷直樹さんのご紹介をさせていただきます。西郷直樹さんは1978年大分県にお生まれになりました。小学校入学時に競技を始め、小・中・高・大学のすべての世代別選手権で優勝。1999年、早稲田大学カルタ会に所属していた。大学2年、20歳の時に出場した名人決定戦において、史上最年少名人となりました。その後、2003年に5期連続名人位を保持し続けたことにより、永世名人となり、以降2012年まで14期連続で名人を防衛、在位記録、連勝記録などを打ち立て、2013年に出場を辞退し更新へ譲られ、現在は静岡県三島市にて主に小中学生を対象に競技の指導を行う三島せすらぎ会を創設、一般社団法人全日本カルタ協会の理事として大会運営などにも携わるなど、今もなお競技カルタの普及等に尽力されています。本日は競技カルタの魅力、ちはやふるの世界をご紹介と題してご講演いただきます。それでは西郷直樹さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました西郷直樹です。よろしくお願いします。今ご紹介いただきましたので自己紹介はもう割愛しようかなとは思うんですけれども、私ですね、約8年ほど前に、静岡県の方に、東京から、転居してまいりまして、現在東京の方に通っているというか、仕事でですね、通っている状況ではあるんですけれども、こういったコロナ禍なので、ほとんど今家で仕事をしながら、週に1回ぐらい通っている、そんな生活をしながらですね、逆に三島の方でカルタ教室をやっているので、平日とかは今までなかなか参加できなかったようなところもあったんですけれども、平日の水曜日と土曜日という形でですね、自分の会も仕事を家でやって終わってから参加するみたいな形でですね、以前に比べてカルタにちょっと伝われる時間が増えたというような、そんな状況があります。今日はですね、ちはやふるの世界をご紹介ということで、競技ご存知じゃない方をちょっと想定したところもあるので、知ってらっしゃる方にとってはですね、知ってるよっていうことかもしれませんけれども、お付き合いいただければと思います。ではですね、今日40分ほどお時間いただいておりますので、内容は簡潔にと思っておりますけれども、まずはじめに競技カルタについてご説明をさせていただきたいと思います。それから、私が感じる競技カルタの魅力について、そして、小学校1年生からカルタを始めましたので、もう36年、カルタをやっていることになりますので、そこから学んだこと、そして、あとこれからっていうところで少し考えていることをご紹介させていただきたいと思います。でここが終わりましたら、会場移してですね、外の方で模範演技と実演という形でやらせていただきたいと思います。ではまずはじめに競技カルタについて、簡単にご説明をさせていただきたいと思いますけれども、この写真は私が初めて名人戦というものに出場した時の写真で、1999年のものになります。で、競技カルタは百人一首の一番最初の歌を読んだ天智天皇という方の、ゆかりの地である滋賀県の大津市にあります近江神宮というところで、主要な大会が行われます。この、名人戦、クイーン戦というものに関しても、そこで毎年の1月にですね、開催をされているというところです。私これ20歳の時で、対戦の相手の方なんですけど、静岡のご出身の方で、後でもちょっと説明したいと思っているんですけど、静岡は実はいろんな強い選手がいたりとか、全国的には非常にカルタが盛んなところという形になっております。で、選手がいて、あと奥に見えるのが座っているのが審判ですね。審判員がいます。
で、上のところに座っている人が記録を取っている記録係といいまして、何が読まれて誰が取ったとかっていうのをしっかり記録をしている人です。あとちょっと見えないんですけども、後ろの方に、左側の方には読手とか、立ち合いといってですね、読む人がちゃんとあの選んだ札を読んでいるかどうかっていうのを確認するような人がいます。そんな形で、こういった形でですね、試合を行っています。まずですね、競技カルタの始まりについてというところで、ご紹介をしたいと思いますけれども、1904年にですね、ジャーナリストの黒岩類光さんという方がいらっしゃいまして、今の競技カルタのルールを作った人と言われております。ので今から、20年弱ぐらい前になります。で、そのカルタ早取り法っていうのを新聞に記載したというところで、あと第1回目の開催が大会が開催されたという記録が残っているというところです。でその後広まってきたんですけれども、あの戦争があったりとかっていうこともあって、一時期ちょっと、衰退したような時期もあったようなんですけれども、1948年に、中断していたカルタ会が復興して、全日本カルタ協会という、競技カルタの普及をするような団体が作られたというふうに言われております。そしてその団体がですね、社団法人として事業を開始したのが1996年ということになっております。このあたりから、言ってみればあのいろんなところからこう認められ始めた時代なのかなと思います。でその全日本カルタ協会という、団体、今は一般社団法人ということになっているんですけれども、その団体のご紹介なんですけれども、3つの事業を行っています。一つは競技カルタの大会を開催するというところです。でもう一つはその小倉百人一首に関する調査とか研究、あとは、著名な例えば大学の先生とかによる講演会を行ったり、そういったことをやっています。で3つ目が入門者向けの講習会等の開催を行う。でこういったあのことを通して、広く日本文化の、小倉百人一首の競技カルタの、振興と発展に努めるというような、事業を行っているのが全日本カルタ協会というところになります。で、私のようにその一番上ですね、競技カルタを、やっている選手たちが、大体あの登録をしている形になるんですけれども、ほとんどはその大会に出るとかですね、大会運営するとかっていうところで成り立っておるんですけれども、この大会についてですけれども、年間全国で大体160大会ぐらい開催されています。これは、例えば静岡県内で県内だけで開催されているところとかも、合わせてという形にはなりますけれども、非常に多くの大会がですね、開催されています。でその大会については、基本的には実力別で、出れる階級が決まります。中には、学年ごと、例えば小学生何年生の部、中学生の部、高校生の部みたいな形で、学年世代で分けるような大会もあります。しかし、ながらですね、基本的には、全てあの実力別に分けるということで、ということを小学生の小さい方と大人が対戦するというようなことも、普通に行われております。そして、いくつかタイトル戦というものがありまして、一番有名というか格式が高いのが名人位クイーン決定戦というものが1月に行われます。それと、3月に、A 級選手と呼ばれる、四段以上の実力を持った人の中からその前年の、実力上位者だけを選抜して行われる選抜大会というもの、あと、日本一をその1日だけで日本一を決めようとする全日本選手権ですね。あとは女性の一番、クイーンになるんですけれども、クイーン戦ではなくて、女性が全員誰でも参加できますよっていう大会で一番を決めようっていう女流選手権ですね。そういったものがあのタイトル戦として挙げられております。で試合の形式は基本的にはトーナメント形式で行われる形になります。ですので、例えば参加者が64名ですよっていうことであれば、6回戦を対戦するという形です。
コロナ前であればですね、64名を超えるような大会もありましたので、1日7回戦を行うような大会もあって、だいたい1試合1時間半ぐらいかかりますので、朝始めて終わるのがもう夜になってしまうというような、そんな、スケジュールで大会を行っています。で、1回負けたらもう終わりということになります。あと団体戦もありまして、団体戦はですね、3人形式のものと、5人形式のものとあります。よく例えば柔道ですとか剣道ですとか、そういったものも団体戦があるかと思いますけれども、基本的には、1対1で対戦して、1つのチームが1勝で、また次の人たちが出てきて対戦してということをやるんですけれども、競技カルタの場合は3人なら3人横並びで同時に試合を行います。で、その3人であればそのうち2人が勝った方が勝ちというところでですね、少し単なる個人戦ではないチームプレーみたいなものが要求されるようなものがあって、どちらかというと個人戦は、それほどでもないけれども、団体戦が好きだとかっていう競技者もかなりたくさんの方がいらっしゃいます。で、今このカルタの世界において、今チャンスとピンチがあってですね、一つはですね、チャンスの部分なんですけれども、ちはやふるの人気でですね、世の中の皆さんが競技カルタっていうものを、あれねっていうふうに知ってくださってるようになってきました。で、それに合わせてですね、競技人口も増えてきています。で、ちはやふるは、2008年に漫画がスタートしたんですけれども、見たことある方はどのくらいいらっしゃいますか。大体いらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます。で、私と同級生、同学年になるんです。私は早稲田大学カルタ会でカルタやってたんですけれども、同学年の方で、慶応のカルタ会に入ってた方が、就職のタイミングで講談社さんに入社をしまして、そこで編集者の仕事に就きました。で、そこでですね、チェアフルを書いた末次さんとお会いしてですね、末次さんに競技カルタの漫画を書いてみませんかってご案内したのが始まりという形になります。で、それから末次さんの方が、いろんな大会に取材に来るようになって、正直私も読みますけれども、非常にこう、カルタやってない人が書いたとは思えないぐらいものすごく詳しく書かれていて、非常にリアルな漫画になっているなというふうに感じます。で、漫画が始まって、テレビとかでも放送が始まって、で、2016年には、静岡県出身の広瀬すずさんご出演でですね、実写が映画化されましたので、そういった影響でですね、非常にたくさんの方が競技カルタを、知っていただくきっかけになりました。で、そのちはやふるの中には静岡県の高校がモデルとなっている、藤崎高校っていう形で紹介されているんですけれども、藤高校がモデルになったというふうに言われておりまして、ちはやふるの漫画の中には登場人物とかも含めて、なんとなくこれカルタの誰々さんだよねみたいな人が、混ざっているというような形になっています。あと最近の、少し大きな動きとしては、2019年にですね、その作者の末次さんを中心にですね、ちはやふる基金というものが、作られました。で、その基金はですね、競技カルタの人口がどんどん増えているっていうことにも非常に嬉しいという反応もあるんですけれども、一方で練習環境がなかなかないとか、人口が増えたがゆえに競技なかなかできない環境にある人たちを何とかしたいという思いで、その基金を作ってですね、例えばグッズを販売したりしながら、お金を集めて大会の、運営などにも、ご協力をいただけるようになりました。もう一つは、2019年同じくですけれども、ちはやふるという冠がついたタイトル戦が一つ加わりました。これは2月に開催毎年されているんですけれども、2019年1回目で、去年2回目で、今年次3回目という予定なんですけれども、男性と女性の年間で、優秀だった選手4名ずつですね、合計で8名のみが出れる大会になっておりまして、
競技カルタっていうのはプロがないんですけれども、この大会につきましてはその基金さんから賞金が出るという非常に珍しい大会になっております。ですので、おそらく、まあ、いろんな対局戦もあるんですけれども、この大会に出たいって思っている人っていうのは今多くなっているんじゃないかなというふうに思います。私はもう辞めた後だったんで出ることができませんでしたけれども、これ出たいという人はかなり多いかなと思います。でもう一つですね、まあ、ピンチの部分というとですね、先ほど少し触れましたが体験機会の提供が追いつかないというところがあります。いきなり競技カルタ始めましょうって言っても、まあ、何をしていいかわからないという人がまあほとんどだと思いますので、まあ、そういった意味では、まあ、指導者がいるということがまあ必要になると思いますし、あとは練習か場所の問題ですね。和室で基本的にはやる形になりますので、広い和室があるような会場ってやっぱりなかなかないというところもあります。ですのでそういったところは不足していますし、あと大会、先ほど全国で160回ぐらいの大会が行われているというふうに言いましたけれども、やはりそこは地方差があって、大都市圏ではたくさんありますし、まあ、その分人数も多いですけれども、そういった差があります。まあ、トーナメント形式でやるとはいえですね、場所もかなり必要になってきますので大きな会場がない。でそんな中で、今ですね起こっているのは、大会に出ようとして申し込んでも、人数が制限されてしまうので抽選という形になります。ですので抽選で結局ずっと大会申し込んでも落ちてなかなか大会に出られませんということで、練習が仮にできたとしても実力を試す場がなかなか得られないというようなところがあります。でまた、昨年からの新型コロナウイルスによってですね、基本的には練習会と大会っていうものがほぼ中止という形になりました。で競技カルタの、まあ、特性上ですね、室内で行うっていうところ、それとあと大体1試合1時間半ぐらいかかりますので、長時間ですね同じ相手と、まあ、近い距離にいるっていうことで、イメージ的にはこう密ができるみたいな感じになってしまうので、やはりこの中で練習をするとか大会をするっていうのは難しいですよねということで、ずっ と、中止という形を取ってきました。で最近はようやく落ち着きつつあるところもありますし、まあ、職婦のマスクをつけていて、やっている分にはおそらくその競技中にお互いで喋ることもほとんどありませんので、そんなに感染リスクはないんじゃないかということで、全日本カルタ協会としてしっかりその研究機関で飛沫の試験を行ってですね、読み手の声が、聞こえる範囲で、まあ、どのぐらい飛沫が飛ぶのかですとか、対戦相手と近い距離で仮に会話をしてどうなのかってやった結果、まあ、全く問題ないですよねっていうことも得られましたので、今、再開に向けてですね、少しずつ動き始めたというところになっています。ただやはり申し上げたように、機会がなかなかないので、これをですね少しずつ解消していくことが今の協会としては必要なことになります。で続いて静岡県のご紹介ですけど、ちょっと字は見えなくて近くて見えないかと思うんですけども、静岡県はカルタ王国ということで、ちはやほで読んでると、まあ、福井県がカルタ王国になってるんですけど、福井県は福井県ですごいんですが、静岡県はですね過去最多となる24回入賞を誇るということで、これは高校選手権と呼ばれるカルタの甲子園と呼ばれている大会なんですけども、1979年から第1回目始まったんですが、ちょっと網掛けしているところが静岡県の、優勝校になります。富士高校が第1回から第10回目まで連続10回優勝しておりまして、その他で勝ったのが長泉高校、大井川高校、今は多分名前変わっていると思いますけれども、その2校、あとは静岡双葉高校がおそらく4回、浜松北高校ですね、という形で、静岡県はまあ本当に今年で43回目の大会だったんですけれども、24回も優勝しているということで、選手ももちろん多いっていうのはあるんですけれども、やはりそのしっかりと指導をされていた、まあ、名監督、名指導者がいたっていうところですね。あとは、そこからですね、まあ元名人の方もいますし、あと専任読書と呼ばれるですね、まあ、読み手、読む人ですね、読む人にもいろいろ資格がありまして、検定があったりするんですけれども、タイトル戦で読める人っていうのは専任読書と呼ばれる人に決まっておりまして、今、全国で7、8人ぐらいしかいないんですけれども、専任読書の方も静岡県にはいらっしゃいます。という状況ですね。
じゃあ、ここからちょっと競技カルタのルールを簡単にご説明します。読み札と取り札ということでですね、まあ、なんとなくお分かりいただけるかと思うんですけど、こういった形でですね、取るのはこの取り札って書いた方ですね、これを取ります。で、まずですね、選手同士でですね、100枚の取り札をですね、裏向きにしてですね、混ぜるんですね。で、その中から25枚ずつ取ります。残りの50枚は使いません。使うのは25枚と25枚合わせて50枚。1対1で対戦します。で、それをですね、自分の陣地と相手の陣地ということで、自分の陣地の取った25枚を自分の好きなように並べます。ただし、横が87センチ、札で3段分というふうに決まってますので、そのエリア内で好きなように並べます。相手も同じように好きなように並べます。で、並べ終えると15分間記憶のする時間があります。ここで先ほど並べた札の配置、どこに何を並べたかっていうのを覚える時間があります。ですので、いきなり見て取ってるわけではないので、しっかり覚えて取っていますので、まあ、早く取れるっていうことになりますので、ここが勝負としては非常に大切な時間になります。で、その後、競技開始ということになりますけれども、しっかり相手に挨拶をして始めます。で、読み手の話ですね。読む人、先ほども千人読書とかっていう話もしましたけども、その方が読みます。で、序下として、百人一首とは関係のない歌からまず読み上げます。で、全日本カルタ協会では、何わずに昨夜この花冬ごもり、今を春べと昨夜この花というのを許可としてですね、読み上げるというふうに決まっています。わずに昨夜この花冬ごもり、今を春べと昨夜この花。今を春でと昨夜この花で、一部開いて次からがスタートというような形で、競技を進めていきます。で、札を取っていきますけれども、並んでいるところをですね、先に取った人が勝ちという形になるんですけれども、ルールとして直接読まれた札に触る、これが一番になるんですけれども、直接触らなくても札をその競技線と呼ばれる範囲から弾き飛ばしても取ったことになりますので、札がたくさん飛んでいくというようなところが見られると思います。あとお手つきというルールがありますけれども、読まれた札がないところに触った場合お手つきという形になります。札がない陣地ですねに触った場合がお手つきです。で、競技カルタは、0枚になると勝ちということになりますので、自分の陣地を取れば自分の陣地が1枚減る、相手の陣地を取ると相手の陣地が1枚減る、それだと損なので、相手の陣地を取った場合は自分の陣地から相手に1枚札を渡すというようなことが発生します。例えば相手がお手つきをしたら相手に1枚渡す、そういった形で自分の陣地をどんどん少なくしていきます。で、ゼロになると勝ちというのが、まあ、簡単ですけれども競技型のルールになります。じゃあちょっとここでですね、名人戦の話をしたいと思います。実力別に大会が決まっているという話をしましたけれども、段位がありまして、まあ、無段から始まるんですけれども、初段、2段、3段、4段以上という形になっておりまして、それぞれを、まあ、A から E までの階級に分けています。ですので、A 級の大会っていうことになると、4段以上の人が参加資格がある。B 級の大会だと3段以上の方という形になります。じゃあ3段の人が4段になるためにはどうすればいいかと言いますと、その B 級の3段の人たちの大会で勝つというだけですね。優勝する、もしくは準優勝に対するとかっていうことでですね、結果を残せば、昇段するという仕組みになっています。で、名人戦、クイーン戦においてはですね、その一番上の A 級の4段以上と呼ばれる方々が、出場権利がありまして、その方々が東日本と西日本に分かれて予選会を行います。32名しか出れないんですけれども、上位者から出るという形になっておりまして、実質は今4段の人だとほとんど出れない、5段以上じゃないとなかなか出るのが難しいというような形になっています。で、東西で予選が行われるのが10月で、その後に、1名ずつ
東と西日本の代表者が決定戦という形で挑戦者決定戦を11月に行って、その勝った人たちが前年度の名人と1月に対戦するという形になります。でそこで5回戦勝負で勝つと名人という形になります。ちょうどこういった段階をですね、今踏んでいるところですね、今年であれば。じゃあちょっと映像を見てください。積み上げて、積み上げろ、競技カルタ名人決定戦。電光石火の攻防が繰り広げられます。そしてこの名人戦10連覇の偉業を狙うのが西郷直樹さん。積み上げろ、譲れろ。その絶対的な強さの秘密は一体どこにあるのでしょうか。競技カルタで使う100人一首、読み手は上の句から読んでいきますが、取り札には下の句しか書かれていません。試合で使う取り札は100枚のうち50枚、お互いが25枚ずつ自由に並べます。15分間、札の配置を記憶する時間が終わると試合開始。札は自身敵陣に関係なく取ることができます。敵陣の札を取った場合は自陣から1枚を敵陣へ。こうして自陣の25枚を先に取り終えた方が勝ちとなります。こんなルールも含めてですね、ちょっと見ていただきましたけれども、こういった形になります。で、ここからはですね、競技カルタの私が関係魅力について少しお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目はですね、やっぱり速さ、スピードだと思っています。まあ、なんとなく速いかなと思って見ていただけたんじゃないかなと思うんですけれども、速く取れるにはやっぱり理由があります。先ほどルールの時に申し上げたように、並べた札をしっかり覚えるっていうことはもちろんなんですけれども、例えば100人一首なので100枚札がありますけれども、この100枚のうちの中に、まあ、例えば無で始まる歌っていうのは村雨のっていう歌がありますけれども、無で始まるのは他に歌がないんですね。ですので100分の1なので、無って聞いたら取れるというふうになります。でそういった札を1字決まり、1文字目だけ聞けば取れる札ということになるんですけれども、1字決まりの札、2字決まりの札、3字決まりの札というふうに種類があります。そういった、どういった札なのか、歌なのかっていうのを、しっかりもともと覚えておくんですね。で、1文字目で聞ける歌は1文字目で取ろう、2文字目のものは2文字目で取ろうという形でやっているので、早く取っているのと、ちょっと早くないように見えるけれども、実は早い札っていうのが結構あったりします。で、あとはですね、しっかり覚えてそういった札の種類を確認しておくとかっていうのもありますけれども、いくつか早く取るための理由があるんですけど、ここでちょっともう一個動画を見ていただこうかなと思います。月見ればって今言われたんですが、これが2文字目の歌、見せ場やな。これも2で始まるのは5つあるんですけど、 2文字目で取れるという形になります。うちはやほるっていうメラカですけど、これも2文字目の歌。これ秋の歌の試験試験の歌なんですけども、こういった歌なんですが、この映像を選んだのは理由があるんですけど、そこはちょっと後ほど説明します。で、先ほど言ったように速さの理由は暗記時間、15分間暗記をしっかりするっていうこと、あとですね、しっかり音を聞くっていうことですね。読み手が読む瞬間、耳をやっぱり集中して聞く。であとはしっかり体を動かさないといけないわけなので、しっかりとやっぱりバランス感覚も必要になります。まあ、そういった形で文化系のものではあるんですけれども、実際には畳の上の格闘技と呼ばれるぐらい激しいスポーツになりますので、やっぱりそういった速さっていうところが非常に魅力的かなと思ってます。もちろん小学生の時にやっていた時に感じたのは、例えば自分より年上の人とやった時に早く取れた、ただそれが嬉しいとかっていう、そんなレベル感ではありましたけれども、やっぱりいかに早く取るのかみたいなところを追求していくところが一つの魅力かなというふうに思います。
でもう一つの魅力はですね、難しさというふうにちょっと書きましたけれども、非常に実は難しいです。早く取るのはですね、難しいです。で何が難しいかというとですね、先ほどの15分の暗記時間がありますという話をしましたけれども、試合中に読まれた札はなくなっていきます。であとは、例えば相手のところを取ると1枚あげますということで、最初から並べた配置と変わっていきます、どんどん。札が行ったり来たりします。それと、先ほど言った決まり字というものが変化をしていきます。例えば、秋の田のっていう歌があります。もう一つ、秋風にっていう歌があります。秋まで同じなんですね。ですので、秋のか秋かか引き分けて取るので、三字決まりの歌というふうに言います。ちなみに、あで始まるのは百人詩の中に16枚あります。で、その中で、例えば、秋の田のが読まれた後は、秋風には、次は、秋の田のはもう読まれないので、秋と聞いたら取れるようになります。その決まりというものが変化していきます。最終的にはどんどん一字決まりになっていきます。ですので、読まれた札をしっかりと記憶していって、決まり字の変化を確認しなければいけないっていうのを、試合中にやらなきゃいけない。ですので、配置が変わるので、覚え直さなきゃいけないし、よくあるのが、やっぱり元あったところの手が反応してしまうとかですね、同じような音があった時に反応してしまうとかっていうのがあるので、あとは、なので、忘れるっていうことも非常に大切になります。ここが非常にやっぱり難しいところです。で、もう一つは、音の違いを聞き分けるっていうところが非常に難しいというか、難しくて、この辺がやっぱり勝負の境目になる、勝敗の境目になってきます。今申し上げた、秋の田のと秋風に、のかかの違いですね、3文字で。でもやっぱりこれは、秋の田のというのと秋風にという音ではですね、2文字目の木の音がやっぱ微妙に違う感じがあるんですね。でそういったところを聞き分ける。もちろんその、県民読書と呼ばれる方は、そういった特徴があまり出ないように訓練をされているんですけれども、やはりそれでもどうしても音がこもったりとかするような部分が違いがありますので、そういったところを聞き分けるというところですね。で、あと、まあ、難しくて楽しいところでもあるんですけれども、やっぱりどうやって相手に勝とうかなというところを考えるというところが、まあ、非常に難しくも面白いところです。対戦相手によってやっぱ特徴があったりもしますし、あとは、例えばどこに札を並べるかとかっていうところもありますし、勝ってる負けてるとかっていうところによっても、まあ取り方を変えていったりもするので、その戦況に応じた戦い方っていうのを考えていくっていうのが、まあ難しいところでもあります。あと最後、心っていうふうに言いましたけども、なかなかやっぱり平常心で臨むって難しくてですね、取らなきゃ取らなきゃって思ってやっているとお手つきしてしまったりっていうこともありますし、お手つき一回してしまうと次のお手つきがやっぱり怖くてなかなか手が動かなくなったりということもあります。ですので、まあ、非常に心を保つ、冷静にするっていうところが非常に難しいところかなと思います。で、ちょっと今の説明を踏まえて、もう一回同じ映像をちょっと見ていただこうかと思うんですけれども、特に音の違いというところを意識した札だったので、見ていただこうかと思います。これは月に入ればという札があったんですけど、相手の方は私のところにちょっと来てるんですね。これ、つくばれろという歌があったんですね。これは相手のところに一翼のというのがあって、私のところに見せられたっていうのがあるので、行ってから戻ってくるんですね。これもそうですね。相手のところの千里っていう歌があって、私のところに行っちゃってるので、手がいっぱい落ちて落ちとってるんですね。最後は秋の田のですけど、これはもう秋風に今も出てた札ではあるんですけども、2文字目になったやつという形で出ているというところで、まあ、音を聞き分けつつ同じような札の種類があるので、お手つきしないようにいかに早く取るかっていうところを基礎競技だと思っていて、まあ、そこが難しくも、まあ、面白いところかなと思っています。で最後ですね、3つ目、まあ、楽しさというふうにしましたけども、誰にでもチャンスがある。これはですね、やっぱり年齢とか性別とかですね、体格差というのがあんまり影響しないというふうに言われています。もちろん私も現役でやってた時からは10年経つので、当時と同じように取ってくれって言ったらなかなか難しいところはありますけれども、とはいえ、速さだけではない部分で勝負できる部分ができたりとかしてきますので、まあ、誰にもチャンスがあるかなと思っています。男性と女性、よくどっちが強いんですかという話を聞かれるんですけれども、今、競技人口的には女性が圧倒的に多くてですね、ちはやくの影響もあるんですけども、あとはなんとなく女性の方が強い気がします。早いのは男性の方が早いかもしれないですけど、はい。
あとは、まあ、あの全国大会、今なかなか少なくなってますけれども、いろんな、まあ、ところにですね、大会目的というか、出かけていって、いろんな人との出会いがあるというのもいいかなと思いますし、最後、意外と何かの役に立っているって、あのいろいろ言い出すと、ちょっと長くなってしまうんですけど、例えば小さい頃からやってると、暗記するとかって、やっぱトレーニングになります。あのそれこそそれをカルタの歌を覚えるのをもう漢字とか英単語に置き換えてもらえばあのすぐ覚えられるとは思いますし、ただ欠点があるとするとですね、すぐ忘れるっていう欠点があるので、問題もありますけれども、あのいろいろ役に立ってるなという部分があります。で最後ですね、競技カルタから学んだことをですね、ここに来ますけれども、やっぱりですね、自分のための明確な目標を持つことっていうのはやっぱ大切だなと感じました。私は年に一度出る名人戦というのをやはり目標に置いてですね、やってきましたので、ずっと1年間競技カルタのことを意識するってやっぱりなかなかこう気持ちも続かないところがあるので、私の場合は今のこのぐらいのタイミングから、翌年の防衛戦に向けて1月の大会に向けて練習を再開して、1月の本戦が終わると秋までまた秋までお休みっていうような形でやってました。ほとんどあのカルタを触れる機会がないという形でやってましたけども、学生の頃とかはあのしょっちゅうやってましたけども、名人戦に勝つことが一番の目的だったので、そこにあの全ての調子を持っていくという意味でそういった形をやっておりました。やっぱりあの目標を持ってやってるとだらだら練習してるのとはやっぱり違うというか、あの身が入るところもありますので、やっぱりそれはあのカルタ以外のことも同じだなと思いました。もう一つ、正々堂々と勝負すること。あの競技カルタの場合ですね、先ほどちょっと審判がいますという話をしましたけども、審判に聞いていいのは最終的な手段になってまして、基本は選手同士の、主張によってどちらが取ったかというのを決めます。ですので、極端に言うとですね、取ってなくても取ったって言い張ることもできるんですよね。で、名人戦とか国戦の場合は審判がつくので、どうしても決着がつかないときは審判に尋ねて裁定をしてもらうということになっているんですけれども、審判も横から見ているので、見えるかっていうと多分なかなか見えないところがあります。で審判に聞くときはもうどっちに判定されてもしょうがないなと思って聞くしかないという状況になります。ですので、あのちょっとそういったあの独特なルールがあるので、まあ、そういったところも加えてですね、あのこの1枚が自分のになったら試合展開としては楽なのになっていうところであったとしても、やっぱり相手の方が早かったなと思ったら、やっぱりそれはもうやっぱり相手の取りとしてしっかり認めなきゃいけないかな。これはあの千早村の漫画にもありましたけども、正々堂々とやって負けて、かっこ悪いことあるかじゃないですけど、まあ、負けたらしょうがないかなと。あとは諦めないこと。で、あの、競技カルタ1時間半あってですね、最後の相手が1枚になって0枚になるまでやっぱり試合ってわからないところがあります。非常に劣勢であっても、最後までやっぱり1枚ずつどんどん取っていったら相手がお手つきする可能性もありますし、諦めないでやるとですね、もしかしたら逆転できるかもしれない。私もあの名人戦の場においてですね、一番多分多いときは、私が多分 10枚ぐらい、相手が2、3枚ぐらいとかっていうようなところから、やっぱり逆転して最後名人になったとかっていうこともあります。それ実は1回だけじゃなくて3回ぐらいあるので、やっぱり諦めなのが大切だなっていうふうに思います。あとは、やっぱり感謝の気持ちを忘れないことということで、競技カルタはやっぱり一人でできないです。練習は一人で体を動かしたりとかできますけれども、やはり相手と速さを比べるので、相手がいますし、読み手がいますし、大会とかになればいろんな運営の人がいますし、そういったところですね、自分たちのためにいろんな人がやってくれてるっていうところをですね、忘れてはいけないなと思います。あとは、競技カルタ以外のことも全力でやるということで、競技カルタばっかりやってても多分競技カルタは僕強くならないんじゃないかなというふうに思っていてですね、あの熱中するのはそれはそれで必要なことだと思いますけれども、その他のことも、メリハリつけてやるということは大事じゃないかなと思います。これもチャイアブルカルですけども、やりたいことを思いっきりやるためにはやりたくないことも思いっきりやらなきゃいけないんだと、多分チャイアブルの中では名言だと言われているんですけども、そんな言葉もあの認識で感じています。あと最後、これから、これからですね、私がまあやっていきたいことはですね、まあ、競技を楽しんでもらえる場を作ること。でまずは三島でやっている三島せせらぎ会という自分の会ですけども、会員をやっぱりまあ増やしたいなというところと、やっぱりそのせっかく入ってくれたあの方たちに強くなってもらいたいなというふうに思っています。
まあ、ここが一つかなというふうに思っています。あとは、今、全日本カルタ協会の方で、まあ、お仕事をもらっているので、そこでは主に審判の関係とかをやるような形になっています。あと、競技の運営とかについて考えるようなことをやっております。そういった中では、まあ、選手の競技レベルの向上とか、あとは大会の、大会の、環境を良くするとかね、まあ、そういったところをやっていきたいと思っています。なので、先ほど申し上げたような、抽選漏れでいつも大会出れないよとかっていう人をどうしていくかとか、あとは、まあ、今、審判っていうのをつく大会、つかない大会ありますけど、例えばビデオ判定ができないかとか、そういったのを考えているような、そんな状況です。で、あともう一つは、ちはやふる基金の方と、まあ、いろいろ協力をさせてもらっていたりするので、まあ、大会を、別でできないかというのを考えたりとかしています。で、もう一つは、名人を誕生させるということで、今、私の会に一人、強い選手がいましてですね、この間10月17日に開催された東日本の代表において優勝しております。で、今度11月21日に西日本の代表者と対戦するということになってますので、まあ、そこでも勝ってもらって、1月8日に名人戦があるので、頑張ってもらえたらいいなというふうに思ってまして、私今、名人って言った現役の時より彼と練習をしているような状況があってですね、非常に彼とは16歳差があるんで、非常にしんどいなと思いながらやってます。ということで、これから全日本カルタ協会でも、こう、年明けに向けていろんな情報発信が増えてきますので、もしご興味があれば見ていただきたいなと思いますし、勝ったかなとかっていう形でちょっと確認いただけたら非常にありがたいなと思います。はい。じゃあ、一旦説明というところでは以上とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。